空の上からやってきたシナモン。人間界でいろいろあった彼がたどり着いたのは、ずいぶん大きなホテルに来たんだね。今日は何かお目当てでもあるの？おお、ホテルのデザートビュッフェでイチゴアフタヌーンティー。ちょっと大人なシナモンだけど、甘いものには目がないんだよね。あれがお目当てのイチゴショート。あれ、最後の一個だよ。気をつけてシナモン。あ、まあ味は同じだから。どこ行くの？シナモン？ああ、ランチビュッフェか。ちょっと大人なシナモン、甘いものと同じくらい好きなもの、それはしょっぱいもの。いっぱい食べられてよかったね、シナモン。ときめく時を TBS。